どうも、アドラクトです。今回は僕がメンバーシップに加入している人からいただいた質問を動画で回答していきたいと思います。何か僕に聞いてみたいことがあるという人はぜひメンバーシップに加入してみてください。では早速質問回答していきましょう。ルルルンさんの質問です。こんにちは、いつもありがとうございます。早速ですが質問です。ある YouTuber さんがジムの筋トレは大きくしたい部位8から10回程度、細くしたい部位15から20回程度でそれぞれ3セットを行うと言っていたのですが、こちらについて片倉さんはどのようにお考えでしょうか。事務初心者のためメニューの回数に悩んでおり質問させていただきました。お答えいただけますと幸いです。僕はこの意見に対して反対ですね。トレーニングの回数ってそこまで重要じゃなくて、それよりも大事なのって限界に近づいてるかどうかなんですよ。その限界に近づき方が同レベルであれば筋肉の成長の仕方とかってそんなに変わらないんですよね。例えば10回ギリギリ持ち上げられるかどうかっていう重量でトレーニングするのと、ちょっと軽めの20回ギリギリ持ち上げられるかどうかで重量でトレーニングするのでは、体の変化はほぼ同じっていうことですね。大体この範囲は6回から30回くらいと言われています。要は6回から30回の範囲の間で限界まで追い込むのであれば同じような成長しますっていうことですね。じゃあ筋肉を大きくした部位、細くしたい部位はどうやってトレーニングを分ければいいのって話になりますけど、それは大きくしたい部位はセット数を増やすです。今回みたいに3セットだけじゃなくて4セットとか5セットとか6セットとか7セットとか、筋肉あたりのセット数を増やすことが筋肉を大きくすることにつながります。逆にそんなに太くしたくないよっていう部位、女性だったら太ももとか、その部位のトレーニングはどうすればいいんですかって言ったら、今度は逆にセット数を減らせばいいんです。まあ3セットでもいいんですけど、1セットとか2セットとか、かなり控えめにセット数にしちゃってもいいと思います。そんな感じにセット数が少なかったら筋肉って成長しないので、大きくまとめると限界に限りなく近いレベルまで追い込むと仮定すれば、6回から30回の範囲はもうほぼ同じ、体の変化は似たようなものになります。で、筋肉をより成長させたいのであれば回数をいじるんじゃなくてセット数を増やすようにしましょう。で、筋肉を太くしたくないのであれば逆にセット数を減らすように、控えめに設定するようにしてください。では次、青さんの質問です。こんばんは。私は BMI 18から19ですが、下半身肉がついておりムチムチですこのような隠れ肥満体型が健康的な引き締まった体を目指すには、まず増量を目指して筋肉量、基礎代謝を上げた後に減量へと切り替えていくのが正解でしょうか。のです。このような隠れ肥満体型の人は増量とか減量とか考えないで運動量を増やした方が良いです。男性だったら全身痩せて見えるのにお腹だけ出てるとか、女性だったら上半身は痩せてるのに下半身とかお腹周りだけ脂肪がついてるっていう人は基本的にただ運動不足ってのが原因なんですよ。で、そのタイプの人たちってさあダイエットだって言って食事量を減らしたり、増量期で筋肉増やすぞって言って食事を増やしたりしなくても、食事量そんなに変えなくてもただ運動すれば体で引き締まったりするんですよね。だからとにかく運動を増やすっていうライフスタイルに変えることが必要になると思います。それまで全く運動したことがない人であれば散歩をするとか、まあ、有酸素とかジョギングとか何でもいいんですけど、それらの運動をするだけでも体は変わると思います。より引き締まった体型を目指したいっていうのであれば、まあ、タンパク質を取ることと筋トレをすること、これがめちゃくちゃ大事になりますね。減量しましょうとか増量しましょうとかじゃなくて、食事を減らさなくても増やさなくても良いので、とにかく運動をする、できれば筋トレをするっていうのを心がけてみてください。では次、吉原直子さんの質問です。プロテインを飲むタイミングについて質問です。朝起きて散歩前とジムのトレーニング1時間前に飲んでいますが、効率良い飲み方があれば教えてください。プロテインは正直効率の良い飲み方ってないんですよね。そもそも効率を求めるために飲んでるものじゃないので、なんでプロテイン飲んでるんですかっていう話になったら、1日の目標タンパク質量をクリアするために飲んでるんですよ。例えば1日に 120g タンパク質がないといけませんってなったら、それをクリアするために飲むって感じ。ぶっちゃけいつ飲んでもいいんですよ。トータルの量を補填するために飲むものなんで、逆に飲まなくてもいいんですよね。1日の食事だけでタンパク質クリアできるんだったら、もう目標達成してるわけなんで、なので効率はまず考えるんじゃなくて、1日の目標タンパク質量を決めて、それを補うように飲むようにしてください。で、その結果吉原直子さんみたいな飲み方になるのは全然ありなんですよ。例えば朝ごはん食べるのがちょっときつい、だって固形物食べるの苦手な人って多いんで、その人だったらプロテイン飲むのはありだと思います。では食事ができないから代わりにプロテイン飲みましょうって話、あとはトレーニング後に飲むのもありだと思います。トレーニングをしてからまあ2時間以内とか、まあ、ある程度時間が経たないうちにタンパク質
スとか栄養補給した方がいいんですけど、その後予定があってまとまった食事ができないとか、それだったらプロテイン飲むっていうのは賢い選択なんで、まとめるとまず1日の目標タンパク質量を決めます。それを補うように飲むようにしてください。補えるのであればぶっちゃけいつ飲んでも良いです。朝ごはん代わりにするのも良いし、トレーニング後でも良い。とにかく1日のタンパク質をクリアする、ここを最優先に考えましょう。では次、国枝慎之助さんの質問です。こんにちは、いつも楽しくためになる動画ありがとうございます。質問ですが、私は散歩が趣味で、休日は片方の動画を聞き流ししながら歩くのが楽しく、歩数が1日4万、5万歩ほどとなり、ほどになります。平日も8000歩ほど行きます。運動は特に何もしていませんが、将来の健康を考えると、ウォーキングなどの有酸素運動よりも筋トレを優先して行った方がよろしいでしょうか。身長180センチ、体重65キロ、25歳の男で、周りからかなり痩せてると言われますが、今の体型に特に肥満はないです。回答よろしくお願いします。イエスです。筋トレ優先してやった方が良いと思います。まだ国枝さんは25歳なので、そんな悪影響がないんですけど、人間って年を取ると衰えていって、筋肉も落ちていくんですよ。よく言われるのは30代になったらどんどん緩やかに筋肉が落ちていっちゃうみたいな。で、筋肉量が少ないと生活習慣病とかもなりやすくなるし、おじいちゃんおばあちゃんとかになると日常生活に支障をきたしちゃったりするので、だから若い時はそんなに悪影響を感じていないとしても、なるべく早く筋トレをする習慣を身につける、ある程度の筋肉量を確保しておく、でそれを維持するのが大事になるわけです。で、もちろんウォーキングが悪いという話じゃないんですよ。全く歩いてる習慣がないという人はさすがにちょっと歩いた方がいいですねと言うんですけど、国枝さんなんかもすでに結構な量を歩いているので、もうウォーキングというか有酸素運動は必要十分やってると思うんです。だったらその時間をちょっと削ってでも筋トレに割いた方が良いと思うんですよね。できるのであればジムに、ジムに通うのが難しいのであれば自宅に器具を買うとかで、とても嬉しいんですけど、僕の動画を聞き流しながら歩くのが楽しくて、ラジオ代わりに聞いていただいてるみたいなんですけど、トレーニング中も全然イヤホンつけるのってマナー違反でもないし、自宅でやる分には全く問題ないので、まあ、ぜひ僕の動画を聞き流ししながらトレーニング、筋トレを始めてみてください。筋肉がついて体型が良くなって自分で自信になると思うし、健康にもいいので将来のためにもなると思います。よかったら始めてみてください。では次、リオさんの質問です。こんにちは、減量4ヶ月目やっと2キロ痩せました。頑張りの割にスローペースなのが悲しいですが、体が引き締まってきて鏡を見るのが楽しいです。質問です。最近指輪がスルッと落ちるようになったのですが、ダイエットで指が痩せるのはあるあるですか。2キロしか減ってないし、食事生活スタイルの変化によってむくみが減っただけかもしれないと思いつつ、ダイエットのご褒美に指輪を買おうと思っていたので、サイズ選びに困っているこの頃です。これはあるあるです。非常によくある話だと思います。これ意外に思われるかもしれないんですけど、手も意外と脂肪ってつくんですよ。僕もパーソナルトレーニングで新規のお客さんが来た時に結構手を確認したりします。やっぱ服を着るとその人の体脂肪率とかどれだけ太ってるかって想像できないじゃないですか。でも手元って大体の人って見えてるんで、で手元を見た時に、あ、意外と体脂肪率高いのかなと思って、その人の食生活がどんなものなのかを想像するみたいな。あとは先日ハライチのターンっていうお笑い芸人のハライチさんがやってるラジオがあるんですけど、そこでハライチの澤部さんが痩せて指が細くなったせいで結婚指輪を紛失されてたらしいんですよね。いつの間にかなくなってたみたいな、まあ、ちょっと話がそれちゃったんですけど、ダイエット中に指が細くなるってのはあるあるです。だからもし今後もダイエットを続けていく予定、体を細くする予定なのであれば、指輪感がちょっと待った方がいいかもしれないですね。では次、ゆかりごはんさんの質問です。引っ越しお疲れ様です。質問です。休日のダイエットとして有効活用すべく、有酸素最長1時間を何セットか行っています。しかしなぜか平日より体重が増えがちで、ダイエットとして有効ではないのか心配になりました。休日のダイエットにつき体重は脂肪ではないと分かりつつ、なぜ増えるか分からないため、片倉さんの見解を教えていただきたいです。平日より運動量は多め、食事は同等、平日は筋トレをしています。よろしくお願いいたします。これだけだとさっぱり何も分からないっていうのが正直なところです。1日2日の体重の増減って、その前後の食事とか運動だけでは説明できないことが多いんですよ。人間の体って水分の影響が非常に大きく受けるので、みんなが思ってるよりも狙った体重の落とし方ってできないんですよね。例えば今日僕は有酸素やりました、明日の体重どうなってますか、全く分かんないです。もしかしたらすごい増えてるかもしれない、もしかしたらすごい減ってるかもしれない、もしかしたら一定かもしれない。これはもう完全にギャンブル。
僕もわかんないです。だから今回の体重が増えがちという情報だけでは正直有酸素運動が有効かどうかというのはわからないです。じゃあどうすればいいんですかっていう話ですが、まずゆかりごはんさんは体重を1日だけ記録するんじゃなくて2週間の平均値を出すようにしてください。例えば1月1日から1月14日まで、ここの体重の平均値を出すっていうことですね。でこの平均値を追跡してほしいんですよ。要は1月14日次1月15日体重が増えた、ああって言って風に気にするんじゃなくて、1月15日になったら今度は1月2日から1月15日までの14日間でまた平均値をと、16日になったら1月3日から1月16日の平均値を取るみたいな、ずーっと平均値をその都度計算していくっていうことですね。1日の体重だけを追跡していくとめちゃくちゃガタガタ揺れるんで、メンタルが揺れて、うわーダイエット間違ってるのかな、自分がやってるの正しいのかしらっていうふうに悩んじゃうんですけど、平均値を見ていけば緩やかに落ちているっていうのが確認できるんで、だからメンタル面の安定のためにも体重は1日だけを記録するんじゃなくて必ず2週間の平均値を見るようにしてください。で、まあ計算がめんどくさいんですけどっていうのはあると思うので、この場合はメンバー限定で公開しているスプレッドシートを利用するようにしてください。そこには自分の体重を入力すれば2週間の平均体重が勝手に計算されるようになっているので、計算する手間はないと思います。概要欄にそのスプレッドシートについて解説している動画を貼っておくので、よかったらそちらを確認してみてください。では次、ネコネコさんの質問です。いつもありがとうございます。片川さんがおっしゃっている筋トレ後2時間の栄養補給とは、1種目目の筋トレを開始した時刻からカウントして2時間後までに食事を飲み込み終えているという解釈でよろしいでしょうか。よろしくお願いします。運動後2時間以内30分以内にのプロテイン飲まなきゃダメみたいによく言われてたじゃないですか。そこまでは厳しくないっていう感じですね。ただその人の運動量に依存するんですよ。トレーニング量っていうか、すごいハードにトレーニングやってトレーニング時間長い人は例えば2時間トレーニングみたいな、そうするとトレーニング開始からトレーニングを2時間以内 OK っていうようにしちゃうとギリギリまであったら4時間絶食状態って話になるじゃないですか。逆にトレーニングそんなにガチでやってないタイプの人、トレーニング時間30分ですっていう人が2時間以内に食べれば OK よってアドバイスだったら、めちゃくちゃ長く経ったとしても、まあ、2時間半以内に栄養は取れますと。一応僕は一般の人を対象としたパーソナルトレーナーなので、ダイエット専門のトレーナーだから、まあ、だからそんなに激しくトレーニングやってないやろなみたいな感じで2時間以内に取れば OK ですよとは言いますけど、結構ハードにやってるんだったら短くても良いかもしれない。もっと個人的にはもう即食べちゃう習慣の方がいいと思うんですよね。だって早く食べる分に越したことないじゃないですか。筋肉に対するデメリットないし、食べ忘れも過ぎるし、遅い時間に食べることによるメリットってやっぱないんで、まあ、だからあんま難しく考えずにとりあえずトレーニング終わったらすぐ食べようぐらいな認識でいてよと思います。では次、ドナミさんの質問です。片川さんこんにちは。メンバーシップに登録して早い1ヶ月、順調に体重を落ちて楽しくダイエットさせていただいております。私は外仕事重労働で最近暑くなり汗をだらだらかきながら仕事をしております。そこで疑問です。日常の消費カロリーは季節や気温によって変わるのでしょうか。体感的には冬より夏の方が消費カロリーがありそうな気がするんですが、気のせい、ただ暑くて体力を消耗しているだけなのか、もし夏の方が消費カロリーが多いよとなれば辛い重労働もダイエットだとモチベーションが上がり乗り越えられそうな気がします。乗り越え作業でお忙しいと思いますが、ご覧いただけましたら幸いです。すいません、これ気のせいでただ暑くて体力が消耗しているだけだと思います。というのはむしろ人間って冬の方が消費カロリーは上がりやすいんですよ。例えば雪山で遭難している人がいたとします。その人が寒さのあまりガタガタガタって震えてるの想像できません？あれシバリングって言うんですけど、筋肉をランダムにこう収縮させることによって熱を発生させて無理やり体を温めようとする状態なんですよ。そんな感じで体は冷えると元に戻ろうとして熱を発生させる、つまりカロリーを消費するっていう感じになるんですよ。だから基本的に人間は体を冷やした方が消費カロリーが増えます。これネットフリックスでも似たようなことをやってて、体をじっと冷やすことによって消費カロリーを増やそうとする実験みたいな。汗をかくのっていうのは基本的にカロリーを消費してるんじゃなくて、内側にこもった熱を発散しようとしてるだけなので、犬に例えるなら舌を出してハッ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 ってやってるような状態なんですよ。別に自分でカロリー消費してるわけじゃないんですよね。だから大変残念なんですけど、夏だから消費カロリーが増えてるってのは気のせいです。なので汗をかいたからといってビールをガブ飲みしたりとか、あまり食べ過ぎないように注意してください。では次、三井久井さんの質問です。好きな人の動画ほっこりしながら拝見させていただきました。この異常な文章もあり少々お酒も進んでしまい、いいわけです、すいません。質問です。その酒飲みの私ですが、なんとか1日1万歩はクリアしています。すごいですね。
ただお酒飲んだ後に酔いさましにお散歩するのはシラフで済むとでは消費距離に差はありますか？そんな関係ないですね。同じ歩数歩いてるんだったら消費距離にそんなに大きな差はないです。ただお酒を飲んだ状態で出歩くと絡まれたりするかもしれないし、直筆されたりするかもしれないですし、周り歩いてる人はちょっと怖がっちゃうかもしれないんで、まあ、そんなに泥酔してはいないと思うんですけど、そこだけ注意すればいいんじゃないですかね。ダイエット的には何も違いはないです。治安的にはまずいかもしれないですね。では次、これ今日最後の質問です。 HT さんの質問です。現在胸のトレーニングはペックフライとベンチフライをそれぞれ5から6セットずつやっています。ウェイトとマシンではそれぞれいいところがあると思うのですが、ベンチプレス6セット、ベンチプレス3セット、チェストプレス3セットというふうに混ぜたら効果的でしょうか？ちなみにベンチプレスの重量が伸び悩んでいるため何か変化つけなければいけないのかなと考えています。ベンチプレス6からベンチプレス3、チェストプレス3というふうに混ぜるのは効果的ではないと思います。そもそもそのベンチプレスとチェストプレスってほぼ似たような動きをするので、動きの特徴に違いがそんなないんですよ。これだったら、例えばベンチプレス3セットとチェストフライ3セット、ケーブルプッシュダウン3セット、ベンチプレスで使う筋肉、大胸筋とか三角筋とか上腕三頭筋みたいな、そこで使う筋肉の単独で追い込むことをお勧めします。単独で追い込む種目を追加するということですね。あとは技術的にベンチプレスをうまくするっていうのもあるので、例えば今週に1回だけベンチプレスをやってるんだったら週に2回やるようにするとか、といった感じで今日の動画はフィニッシュになります。お疲れ様でした。